ゲロちゃんです。はい、今回はですね、こちらですね、こちら見ての通りこのチラサボテンね、こちらのサボテンをね、昨日購入してきております。そしてね、こちらのサボテンおいくらで購入されたと思いますか？なんと500円プラス税です。500円プラス税でこれをね、サボテン購入してきております。この2つね、まあ、一般的にこのあるようにね、2つね、長いのがね、あっております。まあ、ホームセンターで買ったらね、結構な金額すると思うんですけども、なんと500円プラス税でゲロチョこれね、購入してきました。そしてね、購入してきたのでこちらのね、家に飾ろうかと思ってるんですけども、まあね、植木鉢見ていただいたら分かるようにね、まあ、一般的なね、この植木鉢になっております。そのこの植木鉢をね、ちょっと部屋にね、飾るのもなんだなと思って、今回はですね、このサボテンに合うね、サボテンに入れる植木鉢をね、今回は作っていこうかと思っております。ということで今回ね、用意したのはね、こちらになります。はい、ということでね、用意したのはこちらです。こちらもう見ての通りね、丸太ですね。3週間ほど前にね、海行って拾ってきた丸太になります。そして綺麗に家持って帰ってきて、綺麗に洗って天日干しにして乾燥した状態が今こちらにあります。これをね、今回ね、先ほどね、紹介させていただいたサボテンの植木鉢として使用していこうかと思っております。ということでね、今回ね、これをね、今からね、植木鉢を作っていきたいと思うんですけども、家でやるとハンマーもね、使うのでね、家でね、やるとね、ご近所の迷惑になるということで、これからね、これ作るのに外行ってね、作っていきたいと思っております。ではね、早速ね、外行ってこれをね、植木鉢をね、作っていこうかと思います。ではね、早速行っていこうよ。はい、ということで外に出てきたので、今からね、こちらをね、作業していきたいと思います。まずね、この丸太、上と下へね、この上と下をね、まずね、サンダーで軽くね、削っていきたいと思います。はい、今ね、このようにね、上下の方削り終えました。あとはね、これをね、植木鉢として作っていかないといけないので、あとはね、ここに植木鉢の穴ですね、植木鉢として使える穴をね、今ちょっとよいしょ、大体の大きさですね、穴を開けるぐらいの大きさに、ね、マジックで円を描きます。はい、このようにね、今ね、円を描いたので、この円の中をね、今からね、穴を開けていきたいと思います。
い、ということで、はい、今回ね、こちらに今ね、穴をね、開けてきております。このようにね、あの穴をね、開けさせていただきました。あとはですね、こちらにサボテンを植え替えるだけですということなんですけども、これね、持って帰ってきて、穴開けて持って帰ってきて、サボテンとね、にらめっこしたんですけども、あることにね、気がつきました。ちょっとね、見てみましょう。よいしょ。こちらのサボテンをこちらに植えるという感じで穴を開けてきたんですけども、こちらのサボテンで2本で、ね、入れたかったんですね。ところがですね、この2本、この横から左から右からのね、2本、この幅はですね、こちらの開けてきた幅と合わずに、サイズがこちらのね、木のこの直径がね、短すぎるんですね、サイズが。だからこのサボテンがすっぽりと入ってくれない状態になっております。ということで、これからね、こちらに植え替えるつもりだったんですが、このサボテンはこちらに植え替えることができないということがね、今ね、穴開けて確認したところです。ということで、今回こちらのサボテンを移すつもりだったんですが、まあ、今回このサボテンはですね、ちょっとね、他の動画でまたね、植え替えをね、させていただきたいと思います。ということで、今回はですね、こちらせっかく穴を開けてきたのに、何も入れるわけにね、何も入れないというわけにはいかないのでね、もったいないですので、これをね、またね、ホームセンターとか他をね、ちょっとね、ぐるぐるっとね、回ってみて、これに合いそうなね、植物があれば、ちょっとね、買って購入してきて、こっちへね、また移し替えてみたいと思います。ということでね、早速ね、いろいろところね、ちょっとね、走り回って、これに合いそうな植物をね、探していきたいと思います。で、こちらのサボテンをね、また別の動画ね、あげちゃうからね、また見ていただければ嬉しいと思います。ということで、早速ね、探していきまーす。